まあ、昨日は野外ステージ本当ありがとうございました。今日はちょっとゆったりとした感じでちょっとやりたいと思います。まあ、昨日やらせていただいたわけなんですけど、今日はちょっとこういう風なアコースティックセットでちょっとやってみようと思います。ちょっとまあトークショー的な感じだと思ってたんですけれども、ちょっと前の恥ずかしいずという謎のバンドが、あまりにも延長したので、ちょっとここのちょっともう少し後でみんなと喋ろうと思います。じゃあ次の曲やります。マニフェストです。温かい優しい光
りは君のために歌うシンガーさ、僕はポップスターだ、愛を歌って平和を叫ぶ、ただそれだけだ。いわば僕はそう、 Love and Peace、 それを守りながら世界を変えたいとは思っちゃいない。目の前の君をただ笑わせたいんだ。それだけで君を笑う、君を笑って新しい光、そうありたい僕らポップスター。君のために歌うシンガーさ、僕はポップスターだ、正義を気取って悪魔を憎む、ただそれだけだ。正してやろう、たった一発のギターの音、それだけで君を笑顔、君を支える新しい光、そうありたい僕らポップスター。辛くなって辛すぎてしょうがない、苦しすぎる、そういう時来てほしい、君を笑って僕らポップスター。じゃあちょっと あまり時間ないんで、一言ずつ、みんなに一言ずつちょっと昨日の話をしたらと思います。じゃあドラムス池田ゆうきくんです。はい、はい、夜のヤステに出るのがすごい好きなんですけど、あの景色が去年出れて
今年も出させてもらえてすごい嬉しかったです。もうドラムなんでこうメンバー全員見ながらね演奏してすごい楽しいんですけどね、完全にアイドルのバックバンドの気分でしたね。はい、じゃあ次はベース長谷川瞳ちゃんです。ありがとうございます。失礼しました。はい、昨日はとても盛り上げていただいてシェルバーの皆さんどうもありがとうございました。もう山下さんが若干上手側にいたのか知らないですけど、もう SE で入場した時からもう完全にもうみんなが半分よりこっちにみたいな感じで、もうシェルバーとその他みたいな並び方にすごいなんか演奏してて面白いなと思いました。なんか一番自分が力を入れててやりたかったバンドもう一つあって、マッシュルームの、それが雨でできなくなってしまったので、それがすごいショックで、最後の外語祭でどうしようかなという気分になってたんですけど、結局マッシュの方はちゃんとできて、でみんなも 見に来てくれて、すごい最後いい外語祭できたなと思ってます。でテントの最後も自分の出るバンドはこれで最後なので、まあ最後の曲までしっかりできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ギター伊藤真根くんです。何喋ろう。今日は来てくださってありがとうございます。みんなめっちゃ喋るよね。まあ、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、じゃあ次キーボード今中翔ちゃんです。上からすいません、お邪魔してます。 GMC の今中です。スクイントが3日目の出れなくて、私も最初の、あ違う、最初ではない、でも昨日が今年の初めてのヤステで、であの枠で初めてやったので、すごい夜のステージ上から見る景色が素敵すぎて、マッシュセレビやっててよかったなって思いました。なんか客席の皆さんもこう2つのサークルの方々がなんか集まってくださって、すごいなんかマッシュシェルビーがバンドサークルをつないでるみたいな勝手に想像してました。ありがとうございました。じゃあ最後ボーカルの僕から、結構昨日もいっぱい人が来てくれて本当にねすごい嬉しいなって思って、このバンド、このメンバーっていうか、まあ、この編成になってもう1年半ぐらいなんですけど、まあ、やめようかなって思ったこと実は1回あって、去年の外語祭前なんですけど、なんかもう結構精神的に疲弊しちゃって、もうちょっとみんなに迷惑かけてほしいって思ったんですけど、そしたらまあメンバーみんなこんなにこう素晴らしいメンバーとかがいてくれて、本当にメンバーみんなに感謝しているのを、そう本当にそのおかげで今僕ここにいられるなというのと、あと本当に皆さんがこう見に来てくれて、本当にねもうそういうシルバーの皆さんのおかげで本当に助かっています。本当にねこんなしがない人間ですよ。本当にありがとうございます。じゃあ最後に我々の一番原点の曲をやって終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今伝えるよ。
が手紙をくれたけれど、中身を読むと胸が苦しくなる。今も伝わらず心は壊れてくよ。こんなにも愛してるのに My love's far away from you now。と安心せ、寂しいけど君との関係は変わらないから、今だって好きなんだよ。今捧げよう君に愛の言葉。孤独な僕、心の隅、君は今でも眠っているから、諦めずに生きてゆこう。届け愛しい君へ愛の言葉。ありがとうございました。マッシュ将棋でした。今後もどうぞよろしくお願いします。